電磁ファイター発信。こんにちは、タイハッピーです。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はデラックス超合金の大電人スーパー戦隊2体目のロボです。合体機構が備わっているのは次の砲鋭のサンバルカンのサンバルカンロボ。大電人は変形機構のみですね。小ぶりながらもずっしり超合金。この音がたまんないです。この飛行形態の電磁ファイターのモードは本当に大人の手のひらサイズぐらいの大きさでちっちゃいんですよね。まあ、ただボディ部分太ももにかけてはもうね、ダイキャストパーツ使ってますので、もう合金です。重たい。機首上の黄色いボタンを押すとミサイル発射。中のね、スプリング機構は、まあ、錆びついてなくてまだまだ現役、しっかりと飛んでくれます。はい、それではね、ロボット形態、大電人へと変形させていきます。機首を折りたたみます。で、この黄色いのが頭です。でこれを引き出すと中にね空洞がありますので、ここにランディングギアを格納、そしてこのパーツが胸パーツ、翼を折りたたむ、つま先、そしてこの状態で足、この変形がね一番ねこれ魅力ですね。はい、これで完成。ファイターから変形したときはね、メンバーはすでに中に乗ってるんですけど、ロボで登場したときにはちょうどね足元に乗り込み口があって、ちょうどすね通って太もも通ってっていうエレベーターに乗っかって上まで上がっていくシーンがあるんですけど、まあ、それなんか見てるとね結構ときめきます。はい、そしてね可動部位は腕付け根から動くんですけど、ここら辺でちょっと勘弁してください。で武器は剣ですね。電磁剣、アルファベットで見えるかな、電磁剣と書いてます。必殺技は電子満月斬り。武器は他にもブーメランとかトゲ鉄球のナックルボールとかあるんですけど、ちょっとね剣しか持ってません。でナックルパンチ、通称ロケットパンチ、ボタンを押すと発射。でもこの拳を飛ばす技っていうのは劇中だと確か1回だか2回だかほとんど使わなかったんですよね。はい、そしてね胸に輝くエコマーク、カタカナのエとコ、地球に優しいロボではなくて、これはね D のマーク、電磁マンのロゴですね。これほんとね劇中見ててもこの分割線のおかげでずーっとエコだエコだってね思い続けてましたね。はい、そしてね先ほど、まあ、冒頭のとこに入れたと思うんですけど、電磁タイガー、これコスモフリートコレクションのデンジャーメカニクス。もうこのロボがね収納できる電磁タイガー欲しいんですけど、今もうべらぼうにね高いですもんね。なのでこちらで我慢。これはこれで結構ね出来はいいんですよね。他にもいろんな種類が出てますけど、胸の空洞もねうまいこと生かして差し替えなしの変形を再現できたこのロボっていうのは、まあほんとね素晴らしいです。戦隊の枠から外れてしまうんですけど、1980年が大電人だから、2年前東映版のスパイダーマンのレオパルド、あれもね変形ロボの先駆けだったのかなと。当時はねもうほんと夢中でね何度も何度も変形させて遊んでたんですけど、今遊ぶとなると神経が擦り切れます。もう気をつけてやらないとね、もう本当に怖いんですよ。ただまあこの変形システムはやっぱり驚き。頭を収納して、さらにねこのジョイントのとこがロックになってるんですよね、パチッと。でこの足横にずれる、あ怖いすごい怖い。でこの横にずれる変形っていうのはあのゴーバスターエースも通じるものがありますよね。でこの足首なんですけど、カクンカクンって動くんですけど、これもねまたダイキャスト使ってて心地いいんですよね、カクンと。で翼を展開、これで電磁ファイターの完成。
はい、そんなわけで今回の動画はデラックス大電人でした。ただね、これ全高が65メートル、玩具でいうと手のひらサイズの16センチ程度しかないんですけれども、九連王なんか確かあれが46メートルなのかな、こっちの方が全然大きいんですよね。この合金たっぷりのね、当時のままのやつもリメイクしてほしいっていう思いもあるんだけど、大きいプラスでもいいから大きい大電人も欲しいなっていうのが、ね、強く思ってますので、それこそまさに戦隊職人で出してほしいなって願ってます。でこの大電人なんですけど、腕の付け根がね、やっぱりちょっと直さないとすんごい硬くて、過去にねポロッとやっちゃってます。腕の付け根からポッキリとめちゃくちゃへこみますよこれ。まあそれこそね、耐久年数何年も持つような仕様ではないのはもう重々あるんですけど、本当にねリメイクしてほしいなっていうのは強く思いますよ。はい、そんなわけでね、以上トイハッピーでした。ご視聴ありがとうございました。電磁マン関係だとね、あとブロマイドの動画がね過去に出してますので、ぜひどうぞ。